立憲民主党、ウクライナ無断渡航で大炎上、小熊晋次。10日に衆議院議員運営委員会の山口委員長が、立憲民主党の小熊幹事長代理が、国会の許可を得ずに無断でウクライナへ渡航したと明らかにいたしました。国会議員の海外渡航に関しては、国会の許可、議決が必要となりますが、小熊さんは許可を得ていませんでした。 この問題について立憲民主党は小熊さんの筆頭幹事長代理の役職を1ヶ月停止といたしました。さらに立憲民主党の調べに対して小熊さんはポーランドに行ったらウクライナに帰国する人が多数いて岐阜に駆られて渡航計画になかったがウクライナのリビウに赴いた。軽率だった。申し訳ない。 手続き上の瑕疵があったことは深く反省しているなどと供述しており、まあ、一応謝罪をされておられますが、カットなってやった的な言い訳をなされてしまっております。この事件について、松野官房長官は記者会見にて、ウクライナへの渡航はどのような目的であれ、辞めるよう求めてきているところであり、今回の渡航については政府として取りやめるべきであったと考えており、 遺憾だと批判いたしました。ししまさらに与党幹事長は、事情説明や謝罪を含め、厳正な対応が必要だとの認識で一致しておりますが、この小熊さん、な、まあ、何と言えばいいんでしょうか、知恵ゲバラ風の服装で行動されていたことに関しても、批判が出てしまっておりますが、まあ、こういった国会議員の海外渡航に関しては、過去におかしな野党が国会において、 与党党側を追追ししているるため今回はおかなな野党が追求される立場になりましたまずですね、小熊さんには、一時の感情でご自身を危険にさらしてしまったことを反省していただきたいなと思いますし、ウクライナに入国した時点で、事後報告であっても、日本政府に直ちに連絡するべきだったんじゃないでしょうか。そうすれば、日本政府が、 ウクライナ政府に連絡し、身辺警護などの必要な対策が講じられていたはずでございます。今回は結果的に、小熊さんが無事であったため良かったものの、何か起きれば大問題となってしまいます。現状、ウクライナ訪問に関しては自民党が政府要人の派遣を要求し始めておりますので、今後国会議員などで ウクライナへの訪問を考えている方は、政府の訪問団に同行するなど、公式に訪問していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。